ポップライン、ポップライン、ポップラインランニング魂のディレクター坂口です。竹本がサブ 3.5 チャレンジに失敗した霞ヶ浦マラソン2023が終わり、数日が経ちました。実は前回の動画の配信以降、竹本と連絡が取れていません。 LINE も既読すらつかず、もちろん電話に出ることもない。正直かなり心配に思っていました。竹本から LINE が来ました。家に行ってみようと思います。今回の大会よっぽど自信があったっぽくて、竹本が大好きなブレイキングダウン風の動画も作ってくれって本人から頼まれたんです。そんな流れがあっての失敗がよっぽど恥ずかしかったんかもしれませんね。下門さんとも成功したらスイーツ食べに行く約束とかしてたみたいなんで、まあめちゃ恥ずいですよね。皆さんがっかりしたかもしれませんけど、正直ね、サブ 3.5 を達成することを想定した企画も考えてたりしたんで、僕も愕然としました。大会当日上がった動画あるじゃないですか。あれ編集してる時に失敗知りましたからね。ツッコミのフレーズでなんでやねんってあるじゃないですか。僕関西人なんですけど、ほとんど言ったことないんですよ。でもあの時さすがに出ましたよ、リアルなんでやねん。でもね、気づいたんすよ。一番なんでやねんと思ってんの竹本なんちゃうかなって。なんでやねんねんねん。おい、なんでここが分かったんですか。よく分かりましたね。なめてんのかお前。すごいな。そりゃ分かるっていうか、あんな手の込んだことしたら分かるよ。あ、そうです。来るし、うん、来いってことでしょ。何してんのお前、連絡ぐらいよこすよ、さすがに。いやもうフルマラソンやめようかなと思って。マジで言ってんの。どうせ今回の動画もあれっすよね、コメントとか結構ひどいこと書かれてんすよね。いや俺が見た感じではもう8割9割ぐらい励ましというか、いやいや本当やめちまえみたいなやつばっかじゃないですか。見てないの全く。はい、もう怖くて見れないです。いや見た方がいいよ結構。だってもう激励も激励だったよ結構。
嘘っすよね、いつものお決まりの、どうせドッキリっすよね。8割9割もうやめちまえじゃないですか。いや違う違う、見た方がいいよ、あんだけ書いてくれてんねんからさ。そうなんすか、1個ぐらい紹介しようか。じゃあ俺が、初めてこのチャンネルを視聴しました。自分も先日自信満々で撃沈しました。スロースタートで途中から上げようとしても全然上げられなかった。結構ね長い文章やからちょっとだけ走るけど、はい、こちらの動画を見て勇気づけられる人がたくさんいると思います。ありがとうございました。こちらこそありがとう。そんなんばっかりやね。そんなんばっかなんですか。本当に見ても見ますよ。結局厚底カーボンシューズなんですね。サブ 3.5 にはいらないのではと散々言われて新しいシューズにしたんじゃないですかって来てますけど。たまたまその人今まで流れ見てないんだね。結構言ってたからね流れでね今まで。いいね10。その10人は見てなかったかな。結構もうレースしか見てないんちゃうかな。そういう人も見ちゃう、ぶっちゃけ練習ちゃんとしてるのかな。それなりに練習詰めてたら5回も失敗せずサブ 3.5 いけると思うんだよね。練習ごまかす方が逆にむずいからね。その人あんまり見てへんちゃうかな。こんなことしてたら俺がね、あの竹本もぶちっとしてるから、いいね、3人そう、3人もあんま見てへんかったかな、結局またダメなんかい。お笑いもマラソンもずっと結果出てない。それはまあ、その通りかもしれないけど。その通り当たってるかもしれんけど、でもそんなことね、わざわざ言ってくんなよって話だね。うるせえ。お前も結構かよ。なんでそれはごく一部じゃないですか。言って他いいのもあるんですか。じゃあ、はい、ほとんどあといいのですよ。ちょっと時間ください。このかけら一つその手に握りしめ見つめる。決意を決めた人に輝く青い空の下で信じる心が揺れ本当にみんな優しいコメントばっかですね。キモいから予想外ですね。キモすぎるからさ。ありがとうございます。はい、もっと早く読んでくればよかったね。あと僕竹本さん思ったことあるんですけど。何ですか。今だったら何でもお答えしますよ。僕が、はい、あの探してた間、はいはい、太りました。えどういうこと。おいおいと、そういうこと。5キロー。俺は最強だー。サブ3.5のベストアンスやで。走り出した君にこの歌を送るよ。ノートは違う、まだ見ぬ未来へ。くじけそうな時も君のままでいいよ。小さなその一歩踏み出す勇気に幸あれ。